皆様こんにちは。今回は Google ドライブの新しい PC 用ソフトウェアバックアップ&シンクを解説させていただきます。 Google は以前 Google ドライブの Windows と Mac 用 PC ソフトウェアを提供していましたが、2017年7月にバックアップ&シンクとして刷新し、改めて提供を開始しました。バックアップ&シンクは PC のローカルフォルダを Google ドライブと同期したり、Google ドライブのクラウドフォルダを PC と同期したりと、基本的に以前の Google ドライブ PC ソフトウェアと同じ仕様で同じ使い勝手となっています。ただしバックアップ&シンクでは Google フォトの PC ソフトウェア、パソコン用アップローダーの機能も併せ持っている点が特徴となっています。つまりこれまで別々となっていた Google ドライブと Google フォトの PC ソフトウェアがバックアップ&シンクで統一されたわけです。バックアップ&シンクはデスクトップ版の Google ドライブと Google フォトのリンクからインストールすることができます。また合わせてパソコン用アップローダーの提供も終了しています。バックアップ&シンクの基本的な使い方は Google ドライブの PC ソフトウェアとほぼ同じです。設定画面で同期する PC のフォルダを選択したり、 PC 起動時の自動同期をオン・オフする設定などを行うことができます。その他パソコン用アップローダーの機能も併せ持っているので、その設定項目も実装されています。バックアップ&シンクはこれまで Google ドライブの PC ソフトウェアや Google フォトの PC ソフトウェア、パソコン用アップローダーを利用されていた方であれば、そのまま簡単に乗り換えることができます。ぜひ参考にして活用してみてください。以上、Google ドライブの新しい PC 用ソフトウェア、バックアップ&シンクの解説でした。